電話センターでクレーム対応しているものですが、なかなかうまくなりません。お客さんのペースにすぐ飲まれてしまいます。何かいい方法があれば教えてくださいということなんですが、はい、なるほど。まずね、クレーム対応してる人の一つの問題点としてはですね、立場弱いんですよ。謝らなくちゃいけない側になってるんで。謝る時のコツとして、自分が悪くないことを謝ってください。これが最初です。自分が悪いと思うところを謝って、悪くないところは謝らないっていう風に行くんですけど、実はね、人間ってこれ面白い研究がありまして、人の力では絶対どうにもならないことで謝るってことをやってあげると、印象が良くなって、相手が譲歩しやすくなるんですよ。例えば天気が悪くなったって誰のせいでもないじゃないですか。どういう風に言えばいいかっていうと、今日は本当にね、せっかくの帰りの時間取っていただいたのにこんな天気が悪くなってしまって本当申し訳ないですっていう風に言われたら、いやいやいや別に天気悪くなったのはあなたのせいじゃないですからって、大丈夫ですよって言うじゃないですか。この時点でもう相手を自分がフォローする側に回っちゃってるんですよ。これを最初にやってあげると、意外とね、人間って一番最初に取った行動の一貫性を保とうという風にするですね、心理が働くので、自分が全然悪くないことで最初に謝っちゃう。でそれをやってから、クレーム対応の問題に入っていくのが大事ですね。で最初からクレームの話聞いちゃうと、クレームってさ、相手は悪いと思ってるんですよ。でもさ、会社としてこれは謝っちゃいけませんっていうのあるじゃないですか。だから保証とか金を出せみたいなことを言ってくる人もいると思うんですけど、最初に謝っても問題ない部分で謝りまくっとくっていうのが一番いいやり方ですね。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。